そこをアタックしようと思ってるんですかね、群馬は。ギフォードには今日もジョーンズ、ドライブから得点決めました。さあ、ギフォード対ジョーンズのマッチアップ、フェーダーで出ました。ジョーンズが中に攻めていく、パスミスになる、島根が守りました。さあ、そして速いボール口から左のコーナー、安藤誠也、決まりました。今日4本目で初のスリー成功。チームメイトに指示を出します。ジョーンズが中に攻めていく、パスミスになる、島根が守りました。さあ、そして速いボール口から左のコーナー、安藤誠也、決まりました。昨日はビフォードが星野相手に劇的ブザービーターを決めました。谷口のスリー来ました。なるほど、あれは、はい、思いっきり思いっきり打ってた方がいいですよ。そしてビフォード対星野です。リードトラビス、決まりました。水使ってますね、代表では。そうですね、同じチームでやったことないんですけど、はい、はい、K さんとはニック K のスリーが決まりました。そして今日のキープレイヤー同士のマッチアップ、ビフォードが中に入っていった、決まりました。ビフォード今日は前半だけで2桁の得点を記録しています。ここはアークキックボールない、ビフォードダンクシュート決まりました。今日は前半だけで2桁の得点を記録しています。ここはアークキックボールない、ビフォードダンクシュート決まりました。うん、ここはちょっと群馬としては何か大きなというところはないのかもしれません。そうですね、はい、あ、またビフォードが中に入っていってミドルジャンパー決めました。さあ、連続得点のビフォードから谷口大地、決まりました。あとかちょっと気をつけた方がいいと思うんですけどね。ここでビフォードエンワン、今日は前半の終了間際、まだドリブル続ける。さあ、ペリン・ビフォード対トレジョンズ、スクリーンがある、中まで入っていって19得点。ここはビフォードにチェンバースですが、ビフォード1対1仕掛ける、抜けていって中に通してトラビス・エンバーン、ビフォード6つ目のアシスト。トラビスに入って決めました。簡単にやられすぎですよね、このディフェンスが。ビフォードが戻ってきている島根、ビフォードには菅原がついている中で早速決めてきます。八村アレンがつく、ビフォード、ビフォード、エンワン、ニック・ケイからペリン・ビフォード、ビフォードには菅原てる、ビフォード間を割っていきました。これで31得点です。ウィリアムス・ミカ、ペリン・ビフォード、ここは落ちたが、もう一度ペリン・ビフォード、今度は3来ました。ラッキーショットですね。なんかショットクロックもない中3点取りましたが、ビフォード、エバー、ペリン・ビフォードが止まらない。さあ、早い展開、ニック・ケイ、アリウープが決まった。この終盤にそんなに止めるのか、ペリン・ビフォード、こんなパス出せる、ドンピシャ。